はい、このまぶちゃんのガツ盛り塩焼きそばはね、あのバジルが入っててね、すごいあのバジル風味がしてすごく美味しいんですよ。でね、僕はちょい足しでチューブニンニクとラー油を垂らしてみました。はい、で今回はご飯2合なんですけど、ご飯天かすに明かり明太子フリックですね、それをかけて、でちょっと醤油を垂らして、で刻み海苔をパラパラっと振って、やってみました。まあ、これはまあまあ美味しいんで、皆さんもやってみてください。はい、完成しました。まるちゃんの塩焼きそばとご飯2合をいただきたいと思います。早速スタート。はい、ビートルユロジャーでございます。本日は、まるちゃんの、ごつ盛り塩焼きそばバジル風味ですね、それと、ご飯これ2合なんですよ。2合飯で天かすに、たらこのふりかけに、ちょっと醤油垂らして、刻み海苔をのせてみました。本日はこれでいただきたいと思います。今日はちょっとシンプルなものが食べたかったんでね、今日はこれでいただきたいと思います。それではいただきます。ごつ盛りの塩焼きそば。塩焼きそばにあれですわ、ちょっと、チューブニンニクとラー油をちょっとちょい足ししてみました。これね、バジルの風味がしてね、美味しいんですよ。それではいただきます。すごい美味しいです。それでは2合ご飯いただきます。
味しい。これ天かすがすごい、いいアクセントです。あ、いいアクセントですわ。これめっちゃうまいですわ。チューブニンニクフィルダー、ニンニクのパンチとバジル風味と、ラー油のピリ辛がベストマッチですね。さすがマルちゃん小つ盛り。まるちゃんの塩焼きそばめっちゃうまいっすわ。煮込み飯って多そうに見えるけどそんなに多くないです。まあ男性の方ならもう2合ぐらいは軽くみんな食べはると思いますけどね。2合ってそんなに多くないですね。まあ3合とかなったらさすがにちょっと多いですけど、2合は普通に食えますね。
完食いたしました。はい、ごちそうさまでした。あー、お腹いっぱいです。あー、今日は、まるちゃんのごつ盛り塩焼きそばとご飯2合で、いただきました。今日はこの辺で終わりたいと思います。これからも、いろんな動画上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。